片岡恒和4月19日から1952年4月7日は、三重県三重郡と須原町、富田一式出身の衆議院議員、地方議員。三重郡と須原町の教育者、三重郡と須原村立と須原人情、高等小学校を卒業する。富田中学を卒業する。 東京留学時に父は医者を希望したが受け付けず、慶応義塾大学理財科と不死で相談して決めたが、大隈重信部から一番危険な仕事は、相場と政治と聞いたので、修正の仕事を政治と相場と決意して、早稲田大学の政治経済科を卒業する。平田助則が四日市市会議員に就任していた。片岡常和が四日市市議会議員に就任していた。 早川正造が、四日市市議会議員に就任していた。三重郡選挙区選出の三重県会議員帝国議会の、衆議院議員と水原地区選出の四日市市会議員、伊藤平次郎及川平三郎二代目、平田佐次郎、平田助の親子、田村末松から1967年の期間に、四日市市議会議員に在任していた。 野呂幸太郎から1967年の期間に四日市市議会議員に在任していた。笠田七恵は片岡常和の弁論指導を受けた政治家である。1967年に期間に四日市市議会議員に在任していた。ありがとうございます。